はい。ドゥーム君と見えてる？曇っちゃってるな。一回吹くか。ここは埼玉県の県道3号線沿いの、マルエツが奥にあって業務スーパーがある場所です。天満、天満宮、天満神社ですね。一回ちょっと一回お賽銭あげてからにしよう。狛犬、狛犬いなかった？こんな状態です。ムックさんとか大福さんには行くなって言われたけど、どうしてもね行きたいんで、うずうずしてよいしょ。ちょっとね、一回ちょっとやってからでしょ。はい、天満神社です。中は見れないみたいですね。ちょっとぐるっと回ってみます。足怪我してるからちょっとそんなには回れないですけど、これすいません、近くに行けないです。砂利があるんで。そっか、神社系は砂利があるから無理か。お、天満神社は昭和61年2月3日不良の災害をかぶり大変な迷惑をおかけしましたが、だって燃えちゃったのかな。あ、でもこの裏みたいね、裏。よいしょ。このね、歩き始めがねきついんです。歩いちゃうともう全然平気なんだけど、今日曇ってるからね、もやっとしてるけども、いい形してるじゃないですか。上を撮りたい。はい、足直ったらもう一回来ますか。あ、歴史ある、歴史。ここは蓮田市ね、白岡だと思って。蓮田市、京都の北の天満宮から読めません。はい、読めません。ででてか、これ映っちゃってるのか。まあいいかも。らしいですよ。立派ですね。桜かな。駒さんがいませんでしたね。雨降ってきたのでここら辺で終わりにしようかな。やっぱ松葉杖だとブレブレかな。本当こういう交差点のところにある。よいしょ。あ、痛い。どこら辺がいい感じに撮れるかな。ここかな。以上、車がやがましい。あ、でもここ家紋が穂高神社と違う。
発見だね。以上、天満神社で呼び方合ってるんでしょうかでした。大福さん、ピサコさん、ムクさん、言いつけ守らないでごめんちゃい。以上でした。